皆さんこんにちは、ピーちゃんだよ。なんとですね、ピーちゃんディズニーに行ってきました。もうたくさん言いたいことあるんですけど、もうなんかもうギュッて縮めて伝えたいことがあるのであれば、ね、いや普通に天気しね。いやマジでふざけんなよ。ディズニー楽しかったか楽しくなかったかって言うと、まあ楽しかったですよ。楽しかったですけど 100% の中で10% しか楽しくなかった。あんたの 90% は辛かった。死ねー、まあ、そんなことを、ね、動画にしてもとは思うけど、動画にする全部。なんかね、友達と本当にすごい楽しみにしてて、これね、2ヶ月前からこう結構予定立ててて、絶対12月はディズニー行こうねって言って、服どうするとかさ、どういうコーデにする、ディズニーのキャラクターのこういうコーデにしようねみたいなことわーってやって、で LINE で会議とか作ってこう話して、で友達とさ、なんか映え写真撮ろうみたいな、たくさん撮ろうねって言って、すごいおしゃれしたんです。もうこんな感じでおしゃれしたんですよね。でこの、30分後、これです。死ね、チュロス食べるじゃん。もう雨でびちょびちょだわ。もう全部びちゃびちょ。なんかダッフィーのさ、これ買ったの、寒すぎて。でこれ、いや見えねえよ。なんなんだよこれ。ベイマックスみたいになって友達歩いてたわ。あなたの原稿を守ります、あなたの原稿を守ります。死ねよ。でさ、 C に行ったんだけど、まあね、こう雨がびちゃびちゃだから、マーメイドのところでちょっと休憩しないみたいになって、マーメイドのところでね、友達と行ったんです。だからね、もうやっぱね、考えることはもうほんとみんな一緒です。一緒なんです。もう開いてね、みんな休憩してら。くさーだよねーとかなって、で寒い外のベンチでプルプル震えながらびちゃびちゃのポップコーン一緒に食べてて、ね、みんな言いにくそうな感じの雰囲気だったんです。ちょっと言いにくそうだから、ピーちゃんが先陣切って帰ろうって言ったら、友達が、あ、友達が食い気味に、あカニワンちゃん、でもね、なんかもうね、一周回って忘れられないディズニーの思い出になりました。ね、友達もね、なんかごめんねって言ってきて、いやこれ友達のせいじゃないから、もう何もかも天気のせいだ。何なのかな、この、何なのか分かんないんだけど、ディズニーに絶対必ずいる人なのかな。転売屋買ってくらい同じもんめっちゃ買う人いない、ブワーっつって、なんだこれ、すごい量、同じのすごい量買う人いない、転売屋かよとか思って、だけどそれ言っちゃダメなんだよね、ごめんなさい。あのね、気がついたんだ、チッ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 チグハグ、はいはい、こんにちは、歌って踊る大食いアイドル、萌え萌えキュンキュン、萌えあずこと萌えのあずきです。いただきます。萌え萌えキュンキュン、ピーマラ様です。なんか TikTok でちょっと前に流行ってた We are the Japanese Goblin というハマゲーの高飛び鬼ごろしのやつあるじゃん。あれをね、ちょっとやってみたいなって思ったんだ。怖いよね、ウィーアードジャパニーズゴブリンという幅系の高飛び鬼殺しってどういうものかっていうのをちょっと今やってみようかと思います。それでは聞いてください。みんな可愛すぎて失神しないで。ウィーアードジャパニーズゴブリンという幅系の高飛び鬼殺し、アイアムジャパニーズゴブリン、赤を黄色のお水アンドモア、可愛い、これショートにあげよう。これを1.7倍速で歌ってみようと思います。ミーアーとジャパニーズゴブリンというハブ系の高飛び鬼殺し、アイアムエとジャパニーズゴブリン、赤を黄色のオニズアンドモア、シュワ、天才なのでは、天才なのでは。ちょっとこれをね、もうちょっと早くしたいと思います。次は2倍速でやってみたいと思います。ミーアーとジャパニーズゴブリンというハブ系のジャパニーズゴブリン、アイアムエとジャパニーズゴブリン、赤を黄色のオニズアンドモア、シュワ、ミーアーとジャパニーズゴブリンというハブ系の高飛び鬼殺し、アイアムエとジャパニーズゴブリン、赤を黄色のオリザーズ、もうシャー、やばい、僕天才かも。次はね、いやでもちょっと3倍速いけるか、3倍速どんなもんかちょっとみんなで聞いてみよう。みんなで聞いてみよう。わん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 、いや無理ですね、はいよだったべ、無理だろ、え歌えるかな、みんな応援して、うん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 、応援して、うん、聞こえない。ビーアーとジャパニーズゴブリン、どういうハブ系の高飛び鬼殺し、鬼殺し、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に日本語が見えないんだ。ビーアーとジャパニーズゴブリン、どういうハブ系の高飛び鬼殺し、鬼殺し、ジャパニーズゴブリン、やったわけだ、ジャパニーズゴブリン、むずい。ビーア
とジャパニーズゴブリンドユハブ系の高飛び降り殺しアイアムエイトジャパニーズゴブリン赤を黄色に待ってやばいミーアズジャパニーズゴブリンドユハブ系の高飛び降り殺しアイアムエイトジャパニーズゴブリン赤を黄色のミーアズジャパニーズゴブリンドユハブ系の高飛び降り殺しアイアムエイトジャパニーズゴブリン赤を黄色のオリザードマーチェー気づくにってちょっといけないけどちょっと行きますよミーアズジャパニーズゴブリンドユハブ系の高飛び降り殺しアイアムエイトジャパニーズゴブリン赤を黄色のデルジョブ無理なら無理なら宮田喋りのゴールデンウィハブ系の高飛び降り殺しオニアレンジと喋りのゴール赤を黄色のオリザードマーチ悪い宮田喋りのゴールデンウィハブ系の高飛び降り殺しアイアメイド喋りのゴール赤を黄色のオリザードマーシャー無理やばくないすみません地声が出てしまいましたやったよやりましたね超簡単だったんですけどいやこれできないやつがいんのちょっとみんなもやってみてなやばいよやばい嬉しい嬉しいやったーこんな感じしんちゃんは天才鬼殺しって書いといてぜひ皆さんもやってみてくださいねこれ広告つくからクリボチだった皆さんこんにちはもうピーちゃんは大人なのでねみんなに恋人ができても全然何も思わなくなりましたねえ DM でこういうのが来ましたクリスマス彼女と過ごします死ねいや何の情報え誰とく何の情報めっちゃいらんのだがそういう話は置いといてめっちゃさ面白い話があったのさあなんだと思うんだけど思い返してもねもう寝る前とか思い出しちゃうの思い出して笑って眠れないくらい本当に面白い話があってごめんねこんなにあげて面白くなかったら本当ごめんなんだけどもう自分もう今年一もう今年一本当に笑った話があって最近友達とご飯に行ったんですよねねご飯食べて美味しいな美味しいね美味しいねなんだか美味しいねってなってでその時ピーちゃんちょっと眠くてなんか言葉のキャッチボールができてなかったみたいな友達にすごいドン引きされててなんか怖いっすめっちゃ怖いっす帰って寝てほしいっすみたいなでなんかもうボール投げてブロッコリーが帰ってくるみたいな返事されるからめっちゃ怖いっすみたいな言われたからすぐさま帰ることになったんさピーちゃんもさショックでそんなこと言われたことないでもみんなそう思ってたけど言わなかったかもしれないなって思って、まあ、ショックで帰ろうってなったんですねえ死ぬほど寒くて外死ぬほど寒いってなってねえもうあのタクシーで帰ろうよ友達も分かったってなってタクシーほんとね寒すぎて見てもってなってたの友達もそんなにみたいな感じで見られててもうすごい友達に嫌われたかもしれないくらいドン引きされててってタクシーをね拾ったんですタクシーが来てタクシーの人にすいませんどこどこまでお願いします言ったの寒くすぎてなそしたらタクシーの人が あの歯がない方ですかあのどうしようあの近くまで案内していただきたいんですが歯がないとなるとちょっとあの難しいなとか言い出してってなってみーちゃんもあのあーどうしよう喋れますとか言われてねじるほど面白すぎていや、歯あるわって言っていやいやいや、歯ありますありますって言って、でもみたいになって、まあ、説明して言ってもらってたんだけど友達さん、なんかもう喋、まあ、るじゃん、タクシーでずっとさっきの、あの運転手さんのあの歯がない方ですかねがもう、ほんと頭の中にこびりついて友達の話も聞こえないの喋ってるけど、もう歯がない方ですかねでも大爆笑しちゃって友達もあ、もうダメだ、この人もうダメだねまあ、降りる時にもうほんと運転手さんにねあの、本当に申し訳ございませんでした。あの、本当に申し訳ございませんでした。めちゃめちゃ謝られて、いや逆にショックだ。いや本当に歯がない人だと思ってたのか。え、みーちゃんそんな滑舌悪いかな。え、そうかな。もうびっくりじゃん、面白すぎて。あの、歯がない方ですかね。あれどうしようかな。よし、近くまで案内してもらおうと思ったけど歯がないとなると難しいな。あれもう面白すぎたらもうやばいな。ずっと思い出してずっと笑ってんのよね。後日ね、友達ね、あんま楽しかったねみたいな、ありがとうね、また食べようみたいな、またご飯行こうねの時も友達と喋ってる時にもう思い出しちゃってハハハって笑ったら友達がもういやもうタクシーの歯がないやつもういいからって笑ってハハハ欲しいねー死んじゃうよー面白すぎたろということで皆さんチャンネル登録者数260万人ありがとうございます。これからもたくさん面白い動画楽しい動画を投稿していきたいと思います。チャンネルハウスオブハンイエーイ新年明けましておめでとうございます。お風呂ポカポカ暖房ポカポカあったかいなあたかんぼで寝てみよう。うわーお風呂飛んでるみたい気持ちいい爆熱
熱が出ました。喉痛ー。なんか首が痛くて痛いなーと思ってて、で、うんうんうんとかやってたら背中痛いなーみたいな、うん、痛いなー、いかうん、おかん、めっちゃおかんやばいなーと思って、いや大丈夫っしょ、ビビビビビビ爆熱さーガリー、新年早々体調崩してたー。なでも思い立つことが一個だけあるんです。これはピーちゃんが悪いことしたから、これはピーちゃんのせいなんですけど、まあこれがバチ当たったのかなって思って、皆さんも気をつけてほしいなって思って注意喚起として、この動画に収めたいと思います。年明けて神社に行ったんですよ。でおみくじ引きたくて100円とお賽銭5円持ってって行ったんですよ、友達と。で賽銭してすっごいね、もう本当に願ったの、本当に願ったの、もう健康体でいたいみたいな、本当に何不自由なく健康体でいれれますようにみたいな願って、おみくじを引くことになったんですけど、おみくじがねもう夜でもうやってませんみたいな、でお金入れるところにやってませんっていう張り紙がついてたんですよ。でもやってませんけどやりたいですってなって、やりたいなやりたいなやりたいなってなって、ちょっとこう剥がれてたんですよね、ペローみたいな、これはやってもいいのではとかなって、ほんとごめんなさい、ほんとにごめんなさい、もうあのちゃんとバチ当たってるんで、もう皆さんほんとにもうあっちかからいてください、もうごめんなさい、なんでもしますから、ね、なんかもう本当におみくじしたすぎてそのお賽銭のところに100円を入れちゃったんだガリーンって、そしたらおみくじ出ませんでした。あーで、おみくじ出なくて、あの100円も取られて、これは神社の罰だと、これは罰だと思いました。こねえ、やってませんって出てるのにやりたいです自分で勝手に思って100円バッて入れたから、100円も返ってこずおみくじも出ず、だってこれは罰だと思ってごめんなさいして帰りました。で友達は罰だよって、まあ罰だったかーってなって、その時にお風呂入って暖房をポカポカした部屋で肌感冒で、イエーイ肌感冒罰とか言って、次の日爆熱しました。いやおみくじの罰でかくね、本当に申し訳ない、神様ごめんなさい、みんな気をつけて、こんにちは。なんかね、TikTok 見てたんですよ。そしたらこんなクズ男には気をつけろみたいなやつがめっちゃ出てきて、なんか共有から3番目のやつはあなたに興奮していますとか出てたかな。え、バニーがフィーちゃんのこと興奮してるのと思って共有開いたのは友達だったのね。友達に送りました、興奮しないねって。そしたら5日ほど LINE が返ってきません。なんですけど、なんかすごいクズ男5選みたいなめっちゃ出てくるの、連絡をマメにしてくるとか甘い言葉を言う、こういう男には気をつけろみたいな感じ出てくるから、俺クズ女出てこねえなって思って検索でクズ女検索したの、 TikTok で。そしたらこんなクズ女には気をつけろって出てきたのね。おお見てみようって思って見たら、平気で嘘をつく、いやいやいや男女ともにクズやろ、いや嘘は良くないやん、平気で嘘つくやつは誰とてクズやろ、まあまあ見てみるか、かっこいい、愛してるよすぐ言う、いや可愛いやん、なんでなんとか思って、言わないやつよりか言うやつの方が可愛いやんと思って、まあ、見てたんですよ。そしたらずっとネガティブなことを言う、いや男女問わずやばいやつやん、最終的にはビッチって書かれてあって、いやご褒美ですよ、いいやん、何がダメなのって思いましたね。あとね、なんか裏表がある女性みたいな、いや漫画の見すぎちゃうんかとか思ったけど、まあね、理想な女性がいるんでしょ、裏表のない、嘘もつかない、愛してるなんて言わないぞみたいな、ツンデレなんだからみたいな感じの子がいいんでしょうね。いるわけないだろ、いるわけないだろ、そんなご褒美みてえな女誰やねん、びっくりするわ。皆さんこんにちは、ビブレ様です。ということで今回は皆さん好きな人を依存させたいと思ったことはございませんか。で僕の友達に依存のさせ方が上手い子がいるんですよ。その子にね聞いた話によると、一番効果的なのは匂いを覚えさせる、香水を覚えさせるんだって。で香水を覚えさせたらふとねその匂いがふわってきた時に、ああの子元気かなみたいな、その子のことで頭がいっぱいなんだって。それが依存させるみたいな。あとは定期的な LINE をふと止めてみるとか、あとはめっちゃ好き好きって言ってるけど違う人を褒めたりするとか、そうするとめっちゃ不安になって依存体質になりやすいんだって。あーなるほどねみたいな、ありがとうね、これ動画にしてもいいみたいな、もう絶対動画にしたかったから、まあ、許可を得てこう動画にしてるんですけど、でもねなんかその女の子が男の子を依存させる方法は知れたんですけど、男の子が女の子を依存させる方法は知れなかったので、ここでねちょっと男の子の友達に聞いてみたんですよ。宮友のね男の子に、ごめんちょっと動画にしたいから、男の子が女の子を依存させ方ってわかるみたいな、教えてくれない、ちょっと動画にしたいからみたいな感じで聞いたの。そしたらその子が、いや俺はいやモテたいと思って生きてないから、依存させようと思って生きてないから。
いや、うるせえよ。いや、黙れ。今から考えろ。いや、すかしてんじゃねえよ。いや、どうかできねえだろって思ったんだけどね。ま、それは言えず。そうだよね。そんなわかんないよね。ごめんね。ありがとね。そうだね。またね。ありがとね。バイバイってなりまして。いや、なんだこいつ。すかしてんじゃねえよって思ったけど。まあまあまあ、もう一人ね、手はあったの。めちゃめちゃモテる男の子がいるんですよ。その友達で。もう本当に。僕のよく空いてますよなんて言わせない。もうずっと女の子がいる男の子がいたんで。その子だったらね、依存体質の仕方も教えてくれるんじゃないかと思って、その子に連絡したんですね。ごめん。ちょっと動画にしたいからさ、その、男の子が女の子を依存させる方法を教えてくれない？ちょっとネタ提供してくんないかなみたいな。お願い。モテてたよねみたいな感じで聞いたの。そしたら。いや、もう俺はさ、前の俺とは違うから。もう誰でもいいとか、そういうのないし。そういうの分かんなくなっちゃったんだよね。いや、うるせえよ。思い出せ。だってめえ、黙れこのバカと思ったけど。そうなんだ、そうだよね。もう昔の君とは違うんだね。あ、頑張れ。じゃあね、バイバイみたいな感じでバチッと切ったの。え、みんなどうしたって思ったけど。昔の俺とは違うんだよね。うるせえよ。そんな聞いてないんだよみたいな感じで思ったんですけどね。まあ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 、教えてくれなかったのか、できなかったので、ちょっとその40代お友達もいたので、40代のイケオジのね、あのお友達もいたので、そのイケオジに聞いてみようと思って。ごめん、ちょっとネタにしたいんだけど、男の子が女の子を依存させる方法、なんかモテる方法とかってちょっと教えてくれたりしないかなみたいな感じで聞いたの。そしたら、いやね、40代でね、好きって告白されたらね、拒否権ないから。うん、そうなんだ。あ、分かった。うん、オッケー。余計ないんだ。そうだよね。あ、じゃあね、あの、頑張ってね。ありがとね。うん、バイバイ。こんな感じだったので、男の子がね、女の子の依存のさせ方、わかりません。すいません。知りません。わからないです。ダメじゃん。みんな。なんかスカしてるし、なんか記憶喪失のやついるし、なんか拒否権ねとか言ってるおじじいるし、ね。ごめんなさいね。うまい、皆さん。本当に提供できない。本当にこれ見てる男の子、本当にごめんなさい。もうわかりません。女の子の依存させ方。頑張れ、ファイトです。それでは女の子の皆さん、ぜひ試してみてくださいね。バイバーイ。じゃねー。